こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。基本講座3では、インナーチャイルドは2種類ある、というお話をしましたね。今までは主に、傷ついて拗ねてしまったインナーチャイルドを中心にお話ししてきましたが、今日は、もう1種類の、ただ未熟なままのインナーチャイルドについてお話ししますね。ということで、今日のテーマは、インナーチャイルドを育てるです。今までに学んだインナーチャイルドとの対話は5つでした。癒す、褒める、叱る、励ます、諭すですね。傷ついて拗ねた子は、もう人の言うことを聞かないので、大人の自分が対話しようとしても、聞く耳を持ちません。ですから、まず、辛かったね、悲しかったね、と言ってあげる必要があります。そうすると、自分の気持ちを分かってもらえた、と思って、耳を傾けるのです。つまり、癒すを最初にするべきなのは、傷ついた子だけですね。未熟な子は未だに遊び好きで、しかも怠慢で、やるべきことはやらないし、いつも楽しいことだけ考えているような状態です。ですから、勉強しようとか、責任を担おうとか考えないので、昇進するとか、リスクを負って起業するなんて興味がないのです。そのくせ、遊び好きなので、お金は欲しいという状態です。だったら働け。と思っても、この子はなかなか働かないのです。こういう子には、まず、褒めるから始めましょう。小さなことでもいいのです。例えば、本当はやりたくなかったけど、頑張ってやった仕事とか、最初はできなかったことだけど、やり続けたらなんとかできるようになったこととか、なかなか見つからない時には、過去でも構いません。自転車に乗れるようになったことや、試験勉強で徹夜したことなどです。そして、その子が嬉しそうに喜んだら、次は励ましましょう。できないと思っても、頑張って挑戦しようねとか、仕事を振られた時、逃げずにやり遂げようねなどです。そして、最後には、きっとできるよ。大人の自分がいつも見守っているからねと付け加えてください。1、褒める。2、励ます。この順番です。こんな風に、この子と信頼関係ができて、この子があなたの言うことにを聞くようになったら、次は、叱る、諭すという段階に行きましょう。あなたは遊ぶことばかり考えているね。それは赤ちゃんの生き方よ。遊ぶことを考えるのはやめなさい。遊ぶよりも、勉強して何かを身につけたり、仕事をして、やり遂げた時の感動の方が、ずっといいよ。と言いましょう。褒める、励ますが十分できていたら、叱る、諭すもできるでしょう。このようにして、自分のインナーチャイルドを育てるのです。能力を伸ばすには、傷ついて拗ねたインナーチャイルドを癒して素直にすることが大切ですが、若い時には、むしろ、未熟なインナーチャイルドがまだ多いので、こちらをもっと育てる方が効率がいいことがあります。自分はまだ遊び好きだから、仕事に興味が湧かない。でも、お金は欲しい、という人は、ぜひ、インナーチャイルドを育てることを先にやってくださいね。